修行し直せ、たわけ者、あとは任せろ。戦いに関わるな。生殺与奪の剣を。他人に。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前。言うことすべて。 兄ちゃん、どうしていつも謝るの？綺麗な着物が着れなかったらかわいそうなの？謝ったり。いいね、いいね。人間に投げ飛ばされたのは初めてだぜ。生き物の死骸なんて埋めて。 いかなる理由があろうとも鬼にならない。俺の責務を全うする。ここにいるものは誰も。例のものは見つけたのか。お前は何か思い違いをしているような赤ず。なんだっけあの鳥。僕はどちらでも。 すぐに忘れるので戦ったの。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀。働かせてもらえてよかったです。足抜けって何？そうなんだ。スマオイランは足抜けしたんですか？ 気も忘れて、コンコロリ。よくやってくれた。おねむ。肉好きもいいな。俺は黒好きで切ったけどな。負けてるだろ。一目瞭然に。だってめ、俺の嫁が遊郭に潜入して、報酬集に励んでんだよ。 私は申します。その子は由代。鬼を人に戻す方法はあります。マヒロの薬は飲みやすいんだろ。どうだろう。俺と違うんだろ。エコイエキだ。エコイエキだ。師範の指示に従っただけなので、お礼を言われる筋合いはないから。さようなら。 何を指示されてない。どうしたどうした。俺は優しいから、お前らに血をやるよ。二人ともだ。私の味方をしてくれないの。大体あんた。さっき私が上弦じゃないとか言ったわね。本当に。 鬼になれ、杏寿郎。生身を削る思いで戦ったとしても。そうか。最後は全身訓練です。端的に言えば鬼ごっこですね。あちらの金尾がお相手です。何か分からないことでも。 中で生きた有様をもう少し中の中を拝見いたします。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことは把握してないとは思えない。 とにかく判断が遅い。わしの言っていることがわかるか。自分の頭で考える。私も。あんた意味わかって言ってんの？遠慮しなさいよ。天元様の意地悪。もしもし。大丈夫？
夫ですか？富岡さん、鬼を切りに行くための私の攻撃は成功。おいおい、なんだか面白いことになってるな。何の保証にもなりはしません。どこからなんだという。耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。辛いね、天下。君の選んだ道は、戦いの場に身を置き続けるのは苦しい。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。足跡までは消すことはできる。さあさあ、抜いてみな。日輪刀は別名色変わりの刀。俺は鮮やかな赤い刀剣。私はここにいる無惨様がお見えだ。巧妙に姿を隠した。人気よっこは数も数えられなくなって。早く来い。あの方に失礼のないようにしろ。それをあの方がどうしてもと言うから連れてきたんだ。そのよさま。ああ、鬼に取り憑かれているのだ。早くこの哀れな子供を殺して解き放った。ドリの時はこの効果を投げて決めたらいいわよ。そんなに重く考えなくていいんじゃない。偽物だったのだろう。俺たちの絆は本物じゃなかった。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。300年とか誰も手入れしてないし、知らなかったし、ぬか喜び。ありがとう、天元様は。今でも亡くなられたご兄弟を、その花びらもらってもいいですか？大丈夫？きっとなれるよ。私が見てあげるもの。私たち鱗滝さんが大好きなの。